でお世話になっております前橋市さんからですね、選手の皆さんにということで、ご連絡をさせていただきたいと思います。本日の、種目に関しましては、タイム系の測定競技のみとなりますので、基本的には競技規則に準じて、実施をしたいと思います。今度体制が変わったということで、皆さんいろんな噂が、飛び交ったと思いますが、はい、そんなこと一切関係なく、今日ですね、持てる力を、フルに出し切ってですね、オリンピックに出たいという気持ちを前面に押し出して、走ってもらいたいと思います。それからあとはですね、みんなで、一丸となってメダルを獲得するために頑張っていくということです。よろしくお願いします。こんにちは。僕はナショナルチームというのはね、自転車業界最高の広告と、広報活動の、最高峰がナショナルチームだと思ってます。今日だけで、30社60名以上の方が取材に来てくれてます。内外に新体制で、オリンピックを目指すということを、広めるためにもね、みんな今日自分の力を出し切ってください。期待します。よろしくお願いします。そんな手応えでも感じるというか、強化してもしっかり、はい、11秒7ですもんね。そうですね、それが切れたのがまず安心しました。はい、やってるトレーニングとかは間違ってなさそうな感じ。学校のトレーニング、そうですね、久々にこうギアとか、今まで軽いギアで学校でやったんで、今日は指定はなしというか、かけてよかった。今日は、はい、もう指定なしで自由に好きなギアを使ってもらって。ちょっと誠一郎さん来たかったけど、いなくなってる。いないですよね。アドバイスはもらってて、どうだったんですか、そのさっき準備段階。もらってたっていうか、ただ見てていただけなんですけど、あと、小川コーチとかも来てくれてたんで。その感じで良さそうだなっていう感じ。なんかもう、小川さんには、コースとかじゃなくて、度胸で行けみたいな感じだったんで。度胸発揮できた感じだった。そうですね。ぜひちょっといい形でロンドンを目指すまで。はい、頑張ります。ありがとうございました。ここに腕に力入るよ。締めとかでぐっと力入るよ。で、そこに力入った方がぐっと入る感じよ。力入れよ。本当にそこに力入る。最初です。ほとんど踏み出しはそうです。まくってる時もこうやってずっと待ってるけど、何でも時はここでこう引く感じじゃなくて、後ろでこうやって引ける時の、回すときも体全体で踏んでると進まへんと、だ足先だけの方がイメージ、実際動いてる人は一緒だけど、感覚的にここで踏んだりとか腰で踏んだりして、足でペッと踏んでたぐらいの感じの方が進んでる、楽に踏んでる。自分でこの辺に力入ってないの問題だ。合宿とかが8月はそこが決まってると言ってたので、間違いなくそこ呼ばれてれば復帰できるんですね。確実にナショナルチームでも呼ぶと言ってましたから、タイム切ったら OK っていうのをはっきりしてくれるだけ。ちょっとそうですね、前回ちょっと分かりにくかったので、あんだけ囲まれてバシって言ったから間違いない。もうあの基準タイム超えたらもう代表強化が選手に兄弟オリンピックっていうのも可能性あるですもんね。とりあえず兄弟でどっかワールドカップなり、そう、海外戦でも思い出ができますね。いや、今のタイムで考えたら本当に可能性が高いからですね。今やってるトップで今後がまた開いてくればですね、女子と男子の合流じゃないですよね、やれるんだっていうところで。できる限り頑張ります。いや本当にできる限りのことやったら本当メダル取れると思います。誠一郎さん、できる限りは頑張ります。